2017年度までの6年間に過労で自殺した人のうち半数がうつ病などの精神疾患を自殺する直前に発病していたことが分かりました。厚生労働省がまとめた過労死白書によりますと、2017年度までの6年間に497人が過労を原因に自殺し労災認定を受けました。このうちうつ病や重度のストレス反応などを発病してから自殺するまでの日数は半数が6日以下でした。また自殺の時期を曜日別に見ると月曜日が 17.5% で最も多かったということです。厚労省は発病してから対策を講じても間に合わないので日頃からの対応が大切だとしています。このほか昨年度に過労による自殺や自殺未遂で労災認定を受けた人は150人で、前の年から57人減りました。